よかった。じゃあさ、いや絶対ダメ絶対ダメ、無理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 。もうちょっとさ、こうてっちゃんとかさ。皆さんおはようございます。ただいまのアイラトーン時刻は2022年6月29日水曜日の午前11時46分です。では本日のお知らせです。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。どんなお客様が遊びに来られたのか、お会いするのが楽しみですよね。なんかめっちゃ久々な感じ。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ということで今回もやっていきたいと思います。見て見て見て、ほら夏っぽい感じの格好に変えた。キャンプサイトにお客さんが来てるって言ったよね。めちゃくちゃ久々じゃない？いいよよってっちゃん、お前まさかあゆな？嘘だろ？本物なのか？前回わかったんやっけ。最後に会ってから1年って4ヶ月ぶりか。一体どこ行ってたんだよ。そんなに経つのね。でも帰ってきてくれて嬉しいぞ。また一緒に島を盛り上げていこうな。ジョリジョリ。でも1年と4ヶ月ぶり。でも私さ、時間日付とかいろいろ動かしてるけん、その辺ちょっと正確なんかどうかよくわからんけど。あゆな、あんた無事だったんだね。サメに丸飲みされたとか、宇宙人に連れ去られたとか、変な噂が立てて心配したよ。てかさ、前回会った島民たちは誰も何も言ってなかったのに、なんか急激に。どうしたみんな。それにしても、あんたしばらく見ない間にちょっと雰囲気が変わったかい？なんか一皮むけたっつうか。うん、悪くないと思うよ、だってね。それはそれは良かったよ。可愛い格好をしているね、ハンナちゃん。いや、久々のハンナちゃん可愛いわ。でもポケモリではちょいちょい見よったんやけどさ、スマホの方ではね、サメかと思った一瞬、全然違うね。さて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 、誰でしょうか。お、君は誰やっけ。レム？レムくんやった。やさおじゃねえか。やさおじゃねえか。やさおってこんな色やったっけ。なんか もうちょっと白っぽくなかった。あれ気のせいか。いや、ここの島の人だね。僕はヤサオ、さすらいのキャンパーさ。少しの間お邪魔させてもらうけど、よろしくね。はぁ、あ。なんかさ、同じこういうヤギ系でさ、レムくんっておらんかった。ん？なんか色が違ったんかな、もっと。ヤサオだったわ。ヤサオあれよね、飛び盛りの時におった子よね。夏。僕が持ってる発表をかけてゲームをしないか。はぁ、あ。もし君が勝ったら、ただでプレゼントするけど。望むところ。オッケー。じゃあゲームのルールを説明させてもらおうね。はあ、ハッピーってそれまたあれやね、夏っぽい感じやね。待って、説明いらん。全然いらん。ちょっと飛ばしまーす。何、もう始まっとる。なんか説明はそのまま始まっとった。これ苦手なやつやん。スペード。全然違う。全く違う。次は次。次次次。てかそれそのまましまっとったね、ポケットに。どんな経験も無駄になることはない。行く先々でいろんな人や自然と触れ合い、みんな成長していくものさ。さて、この島は僕にどんな刺激をもたらしてくれるのかな。はあ。でも今ね、もう満員やけんね。この島はいいね。何がいいって、まず空気がきれいだろ。島からの景観も素晴らしいし、あと住民たちも幸せそうで最高だね。ここに住めばどんな困難も乗り越えられそうな気がする。じゃあ住んでみます。言ってみる。随分と急な誘いだね。僕としては嬉しい限りだけど、先のことを考えると迷ってしまうな。ここは運命に身を任すつもりで、カードゲームで決めさせてくれないか。君が勝ったらこの島に移住する。僕が勝ったら移住はキャンセルだ。どうかな。はあ、とりあえずゲームいいね。オッケー、それじゃあ始めよう。はあ、なぜため息なのか。はい、引いたよ。さあ、このカードは。じゃあ次はダイヤで。さあ、勝利の女神が微笑むのは。はあ、お
マジで。アンビリーブブル、見事的中だ。ありがとう。君のおかげで僕の気持ちも固まった。約束通りこの島に移住するよ。まずは僕を受け入れてもらえるか案内所に聞きに行ってみるね。はあ、それがね満員なんですよ。お待たせ。この島の案内所に聞きに行ってみたところ、その答えはノーだったよ。家を建てられるほど土地が残ってないらしいんだ。だからって簡単には諦められないよ。僕がこの島の誰かと交渉することを君は許してくれるかい？あ、まあ、一部の子なら。いいよ。よかった。じゃあさ。いや、絶対ダメ、絶対ダメ。無理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 。やめてよ。ハンナちゃん出て行ったらダメだから。そっか。それなら今回は諦めるよ。君の悲しむ顔は見たくないからね。もうちょっとさ、こう、てっちゃんとかさ。ハンナちゃんは絶対ダメだからね。私のお気に入りの子なんだから、ハンナちゃん。でね、今回は前にさ、ハニーさんの島に行ったんやけど、え？あ、そっか。工場からか。で、パニーさんの島でさ、なんか奥に新しい空間ができとるみたいなのを撮影の後に言われたけん、ちょい今回はそこを見ていこうかなと。世界につながる空の玄関口、アイナ飛行場へウェルカム。本日はどのようなご用件でしょうか？お出かけしたいラジオです。ではどちらに行かれますか？パニーの島へ。パニーの島ですね。ラジャーです。あれやね、髪色もちょっと明るくしたいね。夏やし。早速出発していただこうと思いますが、心の準備はよろしいでしょうか？出発。はい、受けたまわりました。キャプテンロドリー、キャプテンロドリー、フライトよろしくどうぞ、コピー。ラジャー、いつでも OK だ。では、良いフライトを。グッドラック。よし、来た。オーケー、到着しました。おや、パニエルさんの姿が見えませんね。撮影スタジオの脇に新しく道ができているみたいですが、その先にいるんでしょうか。撮影スタジオの脇、ここって前ね、カットリーヌさんおる。カットリーヌさんおるやん。ここって二人知り合いやったっけ。なんか言ったような、言わんかったような。私のメッセージは読んでくれたかな。君にこの広場を見てもらいたくて呼び出させてもらったよ。読んでない、ごめん。全然読んでない。いよいよここで始めようと思うんだよ。私が長い間思い描いてきたコミュニティスペース作りをね。コミュニティスペース、何、通信で使う場所ってこと？おっと、紹介してなかったね。彼女はカットリーヌ。まあ、その古い知り合いでね、私を手伝いに来てくれたんだ。彼女のことは気さくにカーリーって呼んでくれたまえ。なんか急激にそんな言われても、カットリーヌさんはカットリーヌさんなんやけど。あ、そういえばカットリーヌさんってここでおらんかったんか。髪型って今まで変えれてなかったっけ。変えれてなかったっけ。ちょっと、そんな風に呼ぶのってあなたしかいないじゃない。はい、カットリーヌよ。あなたのことはパニーから聞いてるわ。これからよろしくね。なんかあれやね、ずいぶん雰囲気が違う感じになった気がするんやけど。ま、とにかくそういうことだよ。なんかね、すごい、なんていうの、アジアンチックな感じというか。それでこれからの計画のことだけど、この広場にいろんなお店を集めて活気のあるスペースを作ろうと思うんだ。商店ができるってこと？そんなの私の島に作れよ。こんなね、一人しか住んでないような場所に。パニエルさん御用達のお店にしかならんやん。ただお店を呼ぶにはお金がかかるし、どのお店を優先して呼ぶかも迷って決めきれなくってね。なのでお店ごとにカンパを募って、目標のお金が集まった順にこの広場に呼ぼうと思ってるんだ。なるほどね。また私が一人で張り切って集めるやつや。君も私の計画に興味があったら、少しずつでいいから協力してくれると大いに助かるんだけど。まあ、任せて任せて。ありがとう。君なら協力してくれると思ってたよ。それじゃあよろしくお願いするね。なんかさ、さっきからさ、あの後ろの埴輪たちのひげがそよぎよるのがめちゃくちゃ気になるんやけど。募金はね、
この広場にいる埴輪くんがお店ごとに受け付けてるんだよ。お店ごとに？あの後ろの埴輪かな。どのお店を呼ぼうとしてるかも埴輪くんが教えてくれるから、君の好きなように募金してくれたまえ。じゃあこの辺は自由に歩いて構わないし、気ままに楽しみながら協力をよろしくね。お店って何が来るん？飛び盛りにあったお店たち全部ってことかな。でもあるよね、豆粒たちは向こうに。でもなんかいっぱい埴輪おるぞ。ここは何？おはようございます。ただいま当たると評判のミステリアスな占い師ハッケミお招きするための募金をしております。おお、なるほどね。なんて10万ベル10、あと4万ベルぐらい。待って、他は何なんやろ。はい、君は？ここはラグや不思議な壁紙を売る旅商人。マジでなんかさ、もう島にこうなんかね、来客がいっぱいやってくるわけやん。もうなんかそれをまたんでもいつでもここに常駐してくれるってこと。なんかもうあれやね、来島する客たちの意味はなくなってくるわけないよね。来島がなくなるわけじゃないんやろ別に。家の収納から荷物を届けてくれるベテラン。家の収納から荷物を届けてくれるベテラン、どういうこと？ここの撮影スタジオで使うための荷物をってこと？あ、今までできんかったんやっけ。でも私撮影スタジオあんま使わんけんなまあ最終的には全部建てたいと思っとるけど、優先順位的には違うかな。ここは凄腕のリメイク職人さん風。おお、ほう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 、なるほどね。ここはあれだ、リサちゃんと改造くん、アルパカーズってことよねそういうことっすね。でここは自然を豊かにする園芸のエキスパート。あ、これはあれか、レイジくん。ほう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 。はい、あとはここは怪しい掘り出し物のアキンド。アキンド、常吉？マジで常吉もここにやってくるんマジか。なんかさ、飛び盛りの時さ、すごいひっそりお店構えとる感じやったけど、こんななんか今回はむき出しな感じで堂々とおるんやねここはあと何がある？素敵な靴やバッグの仕入れ人。あ、誰やったっけ、ジョニーじゃなくてジョニーじゃなくて、あのスカンクのやつ、名前を忘れた、名前を忘れたけど、あのスカンクのやつよね。あ、シャンクや、シャンク、シャンク、シャンク。あ、なるほどね。あれはカトリーヌさんは美容室はできないの？ここ全部見たよね、今全部話聞いたよね。他にないな。美容室はできないんですか、ここマジでこれ関係ないよね別に。だって美容室ないよね島に。ないやろ、なぜだこの中やったらどれ。でも常吉かな。あれやん、まだ博物館に寄贈するやつも集まってないし、常に追ってくれたら助かることないってことは。これシャンクか、こっちかな。あ、10万いるんやっけ。ちょっとあと4万ぐらい用意してこんといかんや。ここ ATM とかなかった。あ、カットリーヌさん、やっほー。今日はウェディング撮影のお手伝い、手伝ってくれるならファニーに声をかけちょうだいね。いや違うんすよ、まあ、今日ももうギリギリいけるけどいけるけど違うんすよ。わざわざお金を下ろしに行かんといかんのか。はい、どうされますか。待って、お金を下ろしに戻らんといかんのかな。リサさんと海藤さんのウェディング撮影を手伝ってくれるのかな、それとも撮影スタジオについての質問かい。
いや、なんでもないっす。なんでもないっす。中とか別に ATM なかったよね。ねえな。よし、じゃあ一回戻ります。あれ、カトリーヌさんが消えたんですけど。お、おらんくなったよ。オフ。あ、おったおった。この島の空気は本当に美味しいわ。私はずっとお店の中で働いてたから、こういう生活ってとっても新鮮。じゃあとりあえずお金を下ろしてきますね、私。さあ、じゃあちょっとつねきちのお店を。こんにちはでございまひ。ただいま、ちょっと怪しい掘り出し物のアキンドをお招きするための募金をしておりまひ。目標の10万ベルに向けて現在0ベルの寄付が集まっておりまひ。目標まであと10万ベル、1ベルから受け付けておりますので、ご協力よろしくお願いいたしまひ。お願いします。でもそういう怪しいお店が一番にやってくるっていうね。怖。10万ベル募金いただきますか。募金します。お願いします。お疲れ様で、目標の10万ベル達成いたしました。オープンを楽しみにお待ちくださいまひ。イエーイ、やった。募金が目標の金額になった。これで明日にはできるんかな。こんにちはでございまひ。こちらにはちょっと怪しい掘り出し物のアキンドをお招きする予定でございまひ。目標額10万ベル、おかげさまで達成しました。ご協力ありがとうございました。いえいえ、いつ完成するとか言ってくれんわけやね。まあ、楽しみにしときますわ。楽しみに待っときますわ。カトリーヌさんはもうここであれなんかな、助手的なことをするようになるんかな。はい、帰ります。帰ります。はい。ありがとう。さあ、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことであれやんね、今まで島の裏側とかにさ、ひっそりと船でやってきよった常吉が、今度からパニーさんの島に上級することになる。毎日品取れ変わるよね、もちろん。楽しみ。博物館寄贈がはかどるね。